皆さんはじめまして、ニコニコ動画のブロマガで日韓問題を、FC2 のブログでマスコミ問題を扱う、ブログ記事を書いている大口ぼやと申します。はじめまして、この動画で合いの手、質問、ツッコミ役を、することとなったゆっくりです。今回始まった動画は、これまで2つのブログで書いてきた内容を、テーマごとに短くまとめた動画版を、作成しようと思い立ち、本日は動画の趣旨などの説明とテストを兼ねて動画の投稿をしました。つまり今回は本編じゃないってこと？そうなるね。要するに動画作成初心者で全くの手探りなので、ひとまず実際の動画作成にどれくらいの時間がかかるのかとか、ちゃんと投稿できるかとか、そういうテストを兼ねて、ついでにこの動画でやっていくことを説明しようと、今回はそんな動画になります。つまりもともとブログで記事として書いてきたものを動画用に再編集するってこと？そうなるね。じゃあまず2013年末から始まった2つのブログがどんなものかから説明しようか。まず1つ目は2013年12月9日から始まったマスコミ不信問題を扱う FC2 のブログ、暇つぶしにどうぞ。もう一つは、2013年12月15日から始まった、日韓の問題を扱うニコニコのブロマガ、日韓問題初心者向け。なんで二つに分かれてるの？一緒にやればよいじゃない？これにはちゃんと理由があって、日韓問題とマスコミ問題はいくつかの点でリンクしているけど、全く同一ではなく、それぞれに独立した問題があるので、一緒にやるとこの違いがややこしいから、いっそ別々にしようと考えたわけ。でもこの動画では2つをまとめてやるんだよね。まあ別々にアカウントを作ってアップとかするわけにもいかないしね。ひとまずはタイトルに日韓問題、あるいはマスコミ問題と表記したり、 BGM の使い分けなどで対処していくよ。ブログの更新は日韓問題が水曜と土曜、マスコミ問題は月曜となっているけど、動画の方はどうなるの？不定期。一応現在の予定では、土曜のブログ更新を、動画のアップ日に置き換えて、ブロマガ日韓問題初心者向けの方で更新情報を掲載する形に、マスコミ問題の方を扱う場合には、それプラス月曜日のブログ更新の時に、動画も掲載するという形を予定しているかな。ややこしいけど、要するに動画は土曜日に、定期的にアップ予定ってことね。ただ少し不安なのが、要するにこれって政治問題とかになるわけでしょ。なんかめんどくさそうじゃない？右とか左とか、そういうのはちょっと遠慮したいかな。ああ、その点は大丈夫かな。そもそもブログで扱ってきた内容は、日韓問題なら日本社会と韓国社会の価値観や常識の違いについてが主な問題だし、マスコミ問題の方は、2002年以降にマスコミ業界がどのようにして信用を失っていったかの歴史が主なテーマとなっているから、つまり右とか左とか保守とか革新とかリベラルとかのイデオロギーの問題や、親日や反日、愛国、売国といった内容は単語としては便宜上使うことはあっても、それがテーマとなることはないので、そもそもの趣旨が政治活動とかとは全く違うというわけ。なんだかよくわからないけど、つまりゆるーく見られるテーマの動画になるってこと？そのあたりはちょっと複雑で、特に日韓問題の場合、長いこと韓国ウォッチャーをやってきた人なら、あるあるわらわら、と笑い飛ばせる内容が多いけど、慣れていない人にとっては、価値観の違いの重さや不快さ、厄介さを経験することになるかもしれない。初心者向けなんだよね。それは初心者向けと言ってよいの？初心者向けだからこそ、そういう違いをちゃんと知ってほしいんだ。現状、特にメディア、そのほとんどが日韓の間に、致命的な価値観や常識の違いがあることを説明していないし、現状の日韓の間の問題は、大半がこの価値観や常識の違いに起因しているからね。あれ、韓国って、過去の歴史問題とかで、反日な部分があることが問題じゃなかったっけ？これは順次今後の動画で説明していくことになるけど、それが全くないとは言わないけど、そもそも反日というのは韓国的価値観を根元に発生する
現象の枝葉でしかないから、実は重要な要素じゃないし、それが原因というわけでもないんだ。なんか複雑だね。それって今後アップされる動画を見ていけば疑問は解消されるってことでいいのかな。まあそうなるね。あと、条文を読むことが苦にならない人なら、2つのブログのリンク先を貼っておくので、そちらを読んでもらってもいいしね。さっき見てきたけど、どれも長いし2つ合わせて500以上も記事があるじゃない。さすがにそれはちょっと無理。まあ一応日刊問題初心者向けの方にはおすすめ記事の公開前リストがあるけど、そもそも動画を作成しようと最初に思い立った理由が、記事が溜まりすぎて初心者向けなのに敷居が高すぎると感じたからだしね。最後に根本的な質問なんだけど、結局動画の趣旨は何になるの？いろいろあるけど、一番は今現在ネット上で語られる韓国やマスコミへの批判の原因の根元がどこにあるのか、それを知ってもらいたいってことかな。特に日韓問題やマスコミ問題は、イデオロギー問題などにすり替えられていることが多くて、本来問題にすべきところからかけ離れていっている議論ばかり目立っているから。なるほど。解説動画であると同時に問題提起動画ってことかな。そういう解釈でいいよ。それではだいぶ内容が薄いですが、今回はこれで終わりとなります。何か要望や質問などありましたら、ここかブログ、あるいはツイッター@大口ぼやへ書き込みをお願いします。ではまた来週。